名前などない。生まれて2日目だもの。すまん、冗談だ。ユピカと呼んでくれ。ということで、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。って言っても、これ実は2回目なんですよ。動画の録画中にフリーズが起きて撮り直ししてるんで、今から話すことは2回目なんですけど、今回話したいことっていうのが2つありまして、まあ、1つ目がツイッターの、フォローの話。で、もう1つが、まあ、先日、東京で、まあ、バスがね、自転車に対してめっちゃ危ない幅寄せの運転をしたんで、まあ、それについて話したいと思う。まあ、車の運転とかに関する話って、僕、いつも、させてもらってるんですよ。で、僕自身も事故を経験したことがあるので、まあ、そういった話をしていきたいかなっていうふうに思って、今回今動画を撮っています。なので、この雑談しながらは裏作業はしていくんで、よければね、またラジオ感覚で聞いていただければなって思います。で、先に言っとくけど、今回話すことは、まあ、どちらかといえば共感してほしい、共感を求めていて、ディベート目的ではありません。では、ちょっと話していきたいと思う。先日ね、まあ、先日っていうか昨日かな、まあ、ツイッターで、まあ、とある方が俺をフォローしてきたんですよ。まあ、その中の2人なんですけど、まあ、その2人はね、ゲーム実況、ゲーム配信、雑談配信をしてる方なんだよね。で、まあ、してる方なんて言うとあれだけど、してるやつなんだよね。で、まあ、そのうちの、ね、1人は僕、今でもフォロー変えさせてもらってるんで、まあ、その人に関してはまあいいんだけど、まあ、もう1人の方とかは、まあ、名前は言わないけど、ツイッターってさ、なんか絵描きさんみたいな人いるじゃんね。そういう人になんか書いてもらったオッドアイのね、アイコンの人、赤と青の目のね。で、秋の紅葉といえば何？って聞いた時に、何々って出るでしょう。その名前の人なんだけど。まあ、こんだけ言っちゃえば分かっちゃうかもしれないんだけど、でも多分僕の動画を見てくれてる人、なおかつ僕のツイッターのフォロワーさんは、そいつをフォローしている人が1人しかいなかったんで、多分たどり着いても関連性が基本的にないんで、まあ、いいやと思って今話したんだけど、まあ、それの話、で、まあ、そういうやつっていうのはいくらでもいるとは思うんだけど、まあ、それを前提に話してるけど、フォローするじゃん。でね、そいつがフォローしてきて、なんか、フォローさせていただきました。いいね。チャンネル登録よろしくお願いしますっていうのをコピペして、いろんなやつに言って、いろんなやつをフォローしてるんですよ、そいつ。で、まあ、フォロー数の人数がだいたい700何人、まあ、いて、何十人いたんですけど、なんかその数字からも見て取れるように、多分、フォローしてくれた人は絶対フォローし返すスタンスだと思うし、でも逆を言えば、フォローしてくれなかったら、フォローしないスタンスなんだよね。だから多分数字が平均なんだよ。均衡を保ってるというか。で、なんか、俺にもそいつが来て、俺全然いいねもしてないし、関連性っつったら、モンハンやってるぐらいで、そいつビルダーズやってないんで、まあ、モンハンっすよね。で、多分、なんか何かしらで流れてきたんだとは思うんだけど、そう、で、流れてきてね、で、フォローお願いしますって言ってきて、で、まあ、俺は最初フォローしたんだよ。だけど、フォローして、見たら、まあ、いろんな人にね、対して、もう全く同じコピペで、全く同じことを言って、で、フォロワーを稼いでるというのを見て、なんか萎えたんですよ。うわ、そういうやつか、みたいな。ああ、まあ、いるな、そういうやつは、みたいなね、思ったんだけど、まあ、その後、動画も見させてもらったんだけど、まあ、まず、個人的にね、あんま好きな声質でもなかったし、なんか、ただこう、なんかね、わちゃわちゃしてるだけみたいな、寒かったんで、個人的にね。見るの、
やめたし、あのフォローも消したんです、外したんですよ、うん、でそしたらね、あの 僕に対するフォローも外されてたんですよ。その間で、ね、大体、3、4時間ぐらい、うん、すごくない？いや、そんなに見る？だって780人ぐらいいて、で、フォロー、フォロワーさん両方ともね、いてね、で、めちゃくちゃ何人もフォローしてるのに、俺がピンポイントで外しただけで、そんなすぐに気づくかって話、相当神経質で見張ってないと、そんなのわからないじゃん。うん。俺みたいにさ、フォロワーさんの数が少なければわかるよ。うん。違うからさ、うん、なんかその時点でもキモいんだけど、そのなんていうかさ、まあフォローの数を増やしたいだけならまだしも、そのフォローバックされなかっただけでその人をフォロー外しちゃうってところが器の小ささを感じさせられるし、なんかそうやって実際の現実世界でも生きてる人なのかなって思ったら、余計動画も面白くなく見えてくるよね。うん。でね、なんかさあ、そのチャンネル登録者さんもね、別に俺は多くないけど、まあ俺多くないじゃん、別にそんなにね。でそれよりもさらに俺の半分以下なので、まあ半分以下ぐらいだったね、60人ぐらいかなだったんですよ。なのにフォロワーさんの数780人ぐらいで、もうお察しじゃん、うん、誰もお前の動画なんてそんな見てねえよって話なんだよ、うん、そんな頑張ってがめつくしてても、うん、だからそのがめつい感じがさ、動画でね、もうその YouTube で俺は飯を食ってくっていう意気込みでやってるんだったら、俺逆にすごいと思う。あ、じゃあ応援する、頑張れって。だけど違うでしょ、絶対もうその人数じゃ飯食ってけるはずないし、ねえ、もうお察しじゃん、いろいろと。うん。まあ1年ちょっとぐらい動画やってるみたいな人だったんだけど、うん。で、今話してることね、その二人いて、そういう人が、ちょっと混同しちゃってるかもしれないんだよ、内容が。うん。だから、ちょっとそこら辺あれなんだけど、まあでも両方に共通して言えることが、まあ、がめつく必死で、見苦しくやってると。で、フォローバックなかったらフォロー外しちゃうみたいなね、いう感じ。いろんな人にコピーペーストで、同じことを言って、いいねして、稼いでる。うん、っていうところなので、うん、なんかその汚いね、狡猾って意味でじゃなくて、なんかその人として、なんかその汚い、純粋に、うん、なんかさ、動画でね、あんな喋っちゃってるけどさ、楽しそうに、でも実際やってることはそんなねちっこいことしてるわけでしょ。ツイッターのフォロワー数に見合わないチャンネル登録者数でさ、でフォロー返さなかったやつを順々と消して排他していく、うん、姿勢って、うん、だったよ。まあ俺も人のこと言えないけど、何も面白くなかったもん、その動画見ても。うん、全然ダメだよ。うん。いや、まあ、もしかしたらね、今後伸びていくのかもしれないけど、編集とかもしてらっしゃる方だし、伸びていくのかもしれないけど、まあ、所詮ね、ああやって編集して、いや、やってるレベルで、低たらくなら、もう、うん、動画とかで、そんな、向きになってやんないで、ライトにやってけよって話。うん。なんかね、見返りをさ、求めることってあると思うんだよ。確かに人は。うん。だけど、なんか、いろんな人にそれ同じ手を使っていいってわけじゃないよね。うん。だからこれが俺にだけだったらまだ、まあ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 って思うけど、俺にだけじゃないからさ、いろんな人に全く同じことをしてるから、なんかそれも気持ち悪かったっていう話なんだよね。うん。はい、まあ、そういうとこでありました。うん、ちょっと葉っぱの数足りないんで素材島行きますね。見て、
そう、まあそういうことです。でね、まあくまでも俺の個人的な意見だし、ね、何度も言ってるけど、うん、でそいつの動画を見てる人のことに関してはディスってないからね俺、うん、だそいつについてるリスナーさんは別にそいつが好きならそいつも見続ければいいし、うん、まあ、それは全然なんだろう、好きにしてくださいどうぞって話、まあ、それでいや俺の好きな実況者さんディスるなよって思うのはあんま使いたくない言葉だけど、配信じゃキモいって、まあ、キモいっていうのはよくないね、配信じゃっていう話、うん、そんなの見ても見苦しいよ。それもまたなんかさあねえ、そんな信者になるほどのやつじゃないって、うん、あえて言わせていただければ、まあいないだろうけどね、そんな信者なんだね、あの人数じゃ、うん、まあそういうところの話ですよ。まあちょっとこう攻撃した内容の会話というか話になっちゃったけど、でもまあ何人かやっぱり絶対いるよね、そういう人ね、ツイッターでね、うん、だからそういうやつにまあ遭遇したんっていう話。僕自身がそもそもツイッターっていうのを真剣に取り組んでなくて今までね、うん、で最近ようやくそのビルダーズ関連の方たちにフォローしていただくようになって、で、まあ、僕そういったビルダーズ関連の方っていうのはなるべくフォロー返してます。もしフォローして返してなかったらそれ単純に忘れてるだけなんで、見直してみるか、もう一度こういいねとかしてみたら、あこの人フォローしてないなっていうふうにして、まあ、確認させてもらうんですけど、うん、まあ、おかしいなって思ったんだよね。大して絡みもなく、いいねもなく、いきなりフォローしてきたりとかして、で、なおかつビルダーズ好きでもない。まあ、モンスターハンターがかろうじてってとこだったんで、うん。まあ、見苦しいよね。うん、まあ、そういうやつはね、うん、ダメですよ。だから皆さんもね、ぜひ気をつけてほしいのはね、フォロー数の数が何百人もいるのに、チャンネル登録者の数が、なんか、異様に少ないやつ。っていうのは、まあ、そういうやつが、まあ、もしかしたら多いのかもしれない。もしかしたらですよ。うん、そうじゃないやつももちろんいるんでね。そうじゃない人ももちろんいるんで、一概に全部はそうとは言えないけど、まあ、地雷の可能性もあるよっていう。まあ、地雷でもないけどさ、うん、そういうことを、まあ、さっきも言ったけど、そういう見返り求めて、自分のフォロワーを毎回自分をフォローしてくれるかチェックして、フォローしてくれなかったら切っちゃうみたいなやつの動画を素直に笑って見てられますかって話だよね。知らなければいいのかもしれないけど、俺は見たくない、そんなやつの、そんな器のちっちゃいあのやつは、うん、ギブアンドテイク過剰主義者みたいなさ、うん、俺は見れないね、うん、だから、まあ、そこら辺はね、本当に俺の個人的な本当にいつも言うけど見解だから、うん、そこは本当は分かってほしい。だから別にね、そうじゃないよって思う人も別にいると思うし、うん、だけどそうじゃないよって思ってくる人はまあね、そうじゃないよと思ってればいいけど、俺はそう思ったって話だから、うん、そうだから、そのそういう話なんですよね。はいはい。でね、まあ、もう一つちょっとね、グダグダ今長く話しちゃったんだけど、その車のね、運転のその話なんだけど、まあ、自転車が、まあ、左側走ってて、車がめちゃくちゃ幅寄せして、でその自転車の人がね、車をコンコンって叩いて危ないじゃないですかって怒ったんですよ。でそしたらその車乗ってたバスの運転手がトロトロ走りやがって、おめえが危ねえわ、歩道走れとかって言って、まあもう罵詈雑言ですよ、うん、で自転車基本的に歩道走っちゃいけないじゃないですか。だからその時点でまあね、そのドライバーが言ってることがクソなんだけども、けどもですよ、てかあれだな、葉っぱねえな、葉っぱどこや、葉っぱ、葉っぱないスタイルなのかな、どこ行っちゃったんだろう、わかんねえな、木が、木を探してるんです今ね、うん、はいはい。でまあそうやってね、ぶつかりそうになって、そうやって言い争ってて、で俺はね、そう見てて思ったんですよ、どっちに対してかっていうと、ドライバーに対して思った。だ気持ちわかるんだよ、俺。すごい。なんか幅寄せして邪魔したくなる気持ち。もう、俺はしないけど、わかる。だって、自転車の人ほんと危ない。特に、ロードバイクの人。あの人たちってなんか自分たちに何の自信を持ってそうしてるのかわかんないけど、まあ、とにかく、歩道と車道の中間の狭い部分を、
華麗に走ってるよね、うん、皮肉を込めて華麗に走ってさ、もうサイドミラー、車のねサイドミラースレスレのところをシューってすり抜けていくじゃん。だそれさ本当危ないんだよ。でああいう人ってね、あの止まるときはさいきなりヒューって止まるでしょ。だもう危ないの一言に尽きるんだよ。なんか自転車専用道路とか走ってほしいレベルで、なんか危ねえなって思うし、まあなんかねえ、それでさ、なんかこうぶつかってしまったらドライバーが悪いですよ。車のねドライバーが悪い世界じゃないですか。だから運転する側っていうのは神経質にならなきゃいけないと思うし、注意していかなければいけないんだけども、やっぱりその自転車に対してのストレス、危ねえなっていうストレス、あと原付きですね、原動付き自転車に対する危ねえなっていうストレスはやっぱり隠しきれないというか、やっぱあると思うんだよ。だってさあ普通にね前走ってさ、一生懸命こう車でブーンって走ってたら、まあ、一生懸命じゃないけどブーンって走ってたらさ、あのいきなり前にチャリがいて、でヨロ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 して危なくて、いつこっちにぶつかってくるかもわかんないっていう現状があったら、それはなんか怖いしピリピリするよね。うん、だからなんかそういうのをもっと自分たちが今危ない場所を走ってるっていうのを自転車の人、原付きの人も自覚してほしい。だって生身だしね、向こうはさ、自分たちがこうもうぶつけられても平気だわとかさ、なんか運転手の方が気をつけてくれるでしょうとかっていう風に思ってるんだったら、自転車や原付き運転しないでほしいよね。うん、実際ね僕の友達は原付き乗っててすり抜けて、あの車を運転している人のサイドミラーにぶつかって、あのへし折っちゃって、でそのまま逃走しちゃったっていう経緯があるんですよ。うん、だいぶ前だけど、だそういうこともあるじゃないですか。でもそんなことしたらさ、ドライバーからしたらたまったもんじゃないのよ、正直な話。うん、だからさ、なんかそういうのがあるからやっぱ怖いし、なんかイライラしてしまう。で僕もねこの間こう車で走ってたら、まあ、目の前自転車が走ってて、もうなんかずーっとねちんたらちんたら走ってて、やっぱりね若干イライラするんですよ。うん、若干やっぱイライラしてしまう。いやなんでもっと早く行きたいのに、 なんでこいつこんなちんたら走ってるんだよみたいなのは正直なところやっぱりあって、うん、でまあ避けますよね普通にね、まあ、もちろん避けるんだけど、こうシュッて避けてもう信号待ちのところでまたこうシューってすり抜けて追い越されちゃうとかね、まあ、そういうことって、まあ、原付きにもチャリにもやられること多いんで、うん、怖いんですよ。で本当ねイレギュラーな動きしてくるんで、老人とか外人とか特にね、うん、皮肉を込めてね、もう外人って、あの外役の外と書いて外人って俺は言いたいぐらいのやつがこの間いて、まあ、この間さ、俺、カラオケ動画あげたじゃん。まあ、よければそっちもね、まあ、もうあの、ノリノリで歌ってるんで見てほしいんだけど、まあ、それはいいや。カラオケ動画あげて、そのカラオケを撮って、その帰り道ですかね。俺、こう、車で走ってたんだよ。そしたら、案の定ね、ロードバイクが、こう、後ろから走ってきて、俺をすり抜けてったんだよ。だけど、やっぱり邪魔じゃん？正直ね。邪魔で、まあ、目の前をヨロ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 走ってるわけですよ。で邪魔だなと思って俺また一応信号の手前ら辺で抜いたんですよ。で止まって、でまた追い越されちゃうかななんて思ってたら、一向にそいつが来ないんですよ。であれ追い越してこないのかなって思って見たら、そいつなんと右側にいたんですよ。3車線で左側が歩道で右側が車道ですよ。だから俺の右にはチャリがいてはならないんですよ現状ね。だけどそこにチャリがいてギザギザとね、あの階段を描くように車をかわしてそのままあの横断歩道を使わずに通り抜けてったんですよ、うん、でなんか外国とかでは、まあ、そいつなんか外人っぽかったんだけど、うん、外国とかだったらもしかしたらそれが暗黙で了承されるのかもしれないけど、ここ日本だし、じゃあそれでね、まあ、その時は信号で車が止まってたからよかったものの、あのもしもねクリープとかでこう動いちゃった時にコツンってぶつかってもドライバーがもちろん悪くなるし、あの、まあ、いろんな意味でもう危ないじゃん、うん、だから自分の国では許されることを日本に持ってくんなよって話だし、うん、だからそれは本当に危なかった、うん、俺もうおーって思ったもん、横にね真横右側すり抜けてったからチャリが、うん、だからその車を運転する人たちは言わんとも神経質になってるんですよ。
だからこそあえてピリピリしちゃってる。で、感情をコントロールしきれないやつは煽り運転に走ってしまったりとか、ね、そうやってバスの運転手みたいに危険運転するわけですよ。で、俺危険運転を擁護は一切してないので、それで死傷者なんて出た日にはとんでもないですから、絶対いけないと思ってるし。うん。だけど、やっぱりドライバーも我慢してることってのはあるんですよ。だから、自転車、原付きの人たちってのはもう少しそのドライバーサイドのことを考えて、あ、今ここでこうやって走ってると俺も今ぶつかったら危ないんだなって思って常に運転してほしい。うん。俺がここでこうやって言ってどんだけの影響を及ぼせるかなんてたかが知れてるんですけど、まあその危ねえなって思った話を、まあ愚痴っていう意味も込めてちょっと雑談配信として今こうやって話させてもらいました。うん。本当気をつけていきましょう。なんか危ない人たちって今いっぱいいるし、ドライブレコーダーもついてますけど、本当に俺のこと棚上げるわけじゃないけど、俺みたいにさ、そうやって考えてるやつばっかじゃないよ。うん。下手したらブチ切れて煽りまくって切れちゃうやつなんてね、そのバスの運転手みたいにいるから、で、喧嘩になってってなったら怖いじゃないですか。ね。だからもう、お互いが気をつけていくしかないですよ。うん、で、それができないならもう、徒歩とか交通機関を使ってやっていくしかないんじゃないかな。うん。まあちょっとそこら辺ね、思い考え直してほしいとこですねっていう話の、まあ、今回ね2本お話をねさせてもらいました。うん。まあ、僕がね、冒頭にも言ったように事故をした経験もやっぱあるので、何度も言ってる時あるんですけど、本当事故した時ってめんどくさいんですよ。保険屋さんに関することでさ、いろいろとねしていかなきゃいけないし、示談の交渉してもらったりとかして、でまた連絡来て、そしてまたやってとかっていうのはもう毎回電話がかかってきてめんどくさいんですよね。うん。あれテレビみたいにさ CM でね、楽々電話して1本で解決みたいな感じでやってるけど、そんなんじゃないから、一応ねネットとかでも事故ったらその事故の状況をなんか紙に書いて、で、そう送ったりとかしてとかっていうことをしてかなければいけないんですよ。うん。まあ、今のシステムわかんないけどね、僕事故ったのはちょっと前なので。うん。そうだから、本当に、そうならないためにいつも僕は運転してるっていう気持ちで運転してるんで、うん、気をつけてはいるんですけど、まあ、皆さんも、まあ、なんか事故には気をつけてください。特にね、冬は、西日が強いじゃないですか。うん。で、時間帯も早くに西日が上がってるんで、交通量が多い時に西日が上がってるということなんでね、非常に視界が悪い。うん。だそういうのもあるし、うん、気をつけていきましょうっていうことです。はい。葉っぱ、どうしようかな。葉っぱ回収もう少しだけしていきたいんだけど、うん。一応話したいことは全部話させてもらったんだよね。うん。ツイッターの方でもね、一応僕にしては珍しくツイッターでもうぐちぐち言ってしまいましたからね、最初の話。このフォロバ目的のやつ、クソだろうみたいなね。まあクソとは言ってないけどね。そいつがさ、単にね、フォローの数増やしたいだけだったら俺多分、まだあれだった。でも、そのチャンネル登録者を増やしたい、YouTube 関連でチャンネル登録者を増やしたいってやってるところに、なんかこう、気持ち悪さを感じたね。うん、そんな器の狭いちっちゃいやつが、みんな誰もそんなやつだと知らないと思ってね、なんか、ヘラヘラとゲームしてる姿が、まあ、滑稽だったし、気持ち悪かったですね。うん、本当ね、まあ、こうやって雑談で僕喋るじゃないですか、よく。特に最近雑談動画多いんで、それをね、まあ、数名の人とかはやっぱ見てくれてるみたいなんで、まあ、それだけでも僕はすごい嬉しく思ってるから、僕はツイッターでそんなこう、まあ、いいねは押したりするけど、そんなフォローの数を求めて、やたらとフォローしまくったりとかっていうのは、するつもりは今後もないし、その、もう僕にこう動画を見てくれてる人っていう人がいるだけで嬉しいし、うん。まあ、そういう、なんていうの、ところに、まあ、もちろん向上心がないわけじゃないよ。増えたら嬉しいし、うん。だけど、なんかそういう、なんていうの、
なんか見返りを求めてとかっていう風にピリピリやるぐらいだったらやんない方がいいよ、うん、そんなことをしてるから人が集まんないんだ。なんか本当に人徳があるやつっていうのは人がもう言わずともね、例えばその喋り方、声質とかで人って集まってくるから。あと、まあ、ツイッターでもね、別にそのツイッターの人のその文面とか見てさ、なんとなくやっぱ人柄って伝わってくるじゃん、うん、俺はそう思ってるんですよ。だからまあその人柄が良さそうだったり愛そうだって思う人には動画やってれば動画も見に行かせてもらってるし、うん、コメントもさせてもらってますから、うん、おのずとね集まってくるのが人徳だと思うし、まあ、そういうのがないか、ないんでしょ、ないんだよ、出てるじゃん数字に、うん、フォロワーフォロー数700人超えなのにチャンネル登録者60人程度、編集とかもしてしっかりやってるのにその程度ね、でやってることって言ったらフォローされなかったらフォローした相手を切る、もうお察しでしょね、うん、俺はそう思うよ。はい、ちょっとペラペラ喋りながらやってるんであんまり効率いいプレイしてないんだけど、そうだな、まあ、そろそろ動画を切らないとね。最近本当に雑談動画でちんたらちんたらなんかやってるの多かったし申し訳ないんですけど、まあ、あのそれでね、あ、そうそうそう、言うの忘れた、あの今この動画を撮ってる時点で、来週になるんだけど、来週の日曜日に、ヨーダがゲストで生放送をやるんで、まあ、これ見てほしいです。できれば見に来てほしいです。あの最近ねヨーダちょっとあの、まあ、こんなこと言っていいかわからないけど、まあ、ちょっといろいろと不幸なことがありまして、うん、まあ、俺もねそれあの知ったの昨日ぐらいなんですけど、うん、まあなんかね忙しいというか落ち込んだりとかもしてると思うし、うん、まあ、そういった部分もあるんでね、まあ、俺はあえてそういうところは触れないでいるけど、うん、なんか、まあ、元気づけるっていう意味も込めてね、あいつとアポ取れたんで、まあ、よければでいいんでね、見に来てください。あいつはあの本当コメント来ると一生懸命コメント読もうとして楽しそうにしてね、いるんで、俺多分下手したら俺以上にねコメントとかに過敏になってるかもしれないんで、うん、なんか話をしながらね、またこのビルダーズやってさ、で今作ってるその町土ブロックの町あるじゃないですか、まあ、あんま土ブロック使ってないとこもあるんだけど、それをねヨーダのセンスとかでまた作ってもらえたらさ、また面白い風にできていくんじゃないかなって思うし、うん、まだなんか、まあ、楽しんでいきたいんで、本当に良ければねあの遊びに来てください。一応ね予定では8時半とか9時ぐらいからスタートして、まあ、11時ぐらいかな。ヨーダもう日曜日なんで次の日仕事ですから、うん、あいつあの夜弱いんでね、多分11時ぐらいには切り上げる、あるいはね11時でヨーダだけ降りて俺は12時ぐらいまで配信するかもしれないけど、まあ、そこら辺は未定なんですが、やっていくので、うん、お願いします。よければ、まあ、この動画ね最後まで見てくれてる人、この話を聞いたらぜひともねお願いします。ツイッターの方でも報告はしますんで、ぜひともね来ていただきたく思います。うん、でこれを回収したら、島戻って終わりましょうか。いろいろね話したいことをこうやって話させてもらえて、こういう場所を設けてる、まあ、設けてもらってるというか設けて、でそれをこう聞いてもらえる、見てもらえるっていうのは僕にとってすごい大きなことなんですよ。承認欲求が満たされるじゃないけど、これをこのツイッターの短い文章では言えないですし、うん、そうなのでね、うん、なんかやっぱりありがたいなとは思ってるんで、うん、まあ、よければね共感して聞いてもらえればそれが一番嬉しいです、うん、だいぶ長い雑談になっちゃったけど、うん、まあそうね、次回またどうしていこうか悩みますが、ちょっと労働もう一回入るけど島に戻ります。
あ、喋りすぎてすげえ喉が乾燥してきたな。うん、洗濯機回してる間喋って回し終えたら終わろうと思ったけど、多分もう洗濯機回し終わってるな。うん、これ可愛いですね。なんかいいね、ペロ濡れちゃう、これ使えってね。ゴーレムはなんかこうでかくて邪魔だけど、なんかこう可愛いよね。まあ、この分量の会話をさっき一度僕してるんでね、してあのマイクの接続が切れちゃってて、こうやってコントローラーの接続が切れちゃってて、今取り直して2回目テイク2で喋ってるんで余計ちょっと疲れたんですけど、はい。まあね、裏作業もこうやってはかどりました。今回こうやって喋らせてもらって。で、前回の動画から、今回、こうやって、ビルダーズに触れたのが、まあ、最後にビルダーズやったのが前回の動画だったんで、全然、いろいろと手つけれてなかったんですよ。うん。だから今回こうしてできたのはね、本当に良かったです。どうしようか。多分ね、サムネに使おうと思う画像が今なくて、うん、なんか昔の過去のやつ使ってみるか。懐かしいね、こうやって見ていくとね。俺もね、確かデイリー撮ってるんだよね。一回ね。あの時に今のフォロワーさんたちがいてくれればな。よかったんだけどね。うん、誕生日、6月2日誕生日でいいねくださいっていうね、このめっちゃ媚び売り。ね、おかっぱだらけの時懐かしいね。もう、もうあと半年もすれば1年前になっちゃうんだもんね。はい、じゃあこれにしよっか。いや、本当にここまで見てくれた方、聞いてくれた方、ありがとうございました。今後ともね、ぜひともよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。